はいどうも百均です。今回はダイソーの方へ行ってきました。今日気になった商品がこちらになります。完全ワイヤレスイヤホン。これ以前からダイソーさんの方で発売されてるタイプで、こちらにもあるんですけど、株式会社ラティーノの、エコラ事業部さんの、完全ワイヤレスイヤホン、白色っていうので色違いが出たのかなと最初思ったんですけど、以前から売ってるラティーノさんのワイヤレスイヤホン、はい、こちらになるんですけど、ちょっとね形状もね違うんですよ。はい、でこちらね見ると2なってて、どうも、品番も TWS の2で、前回出てたこっち、これ TWS の1なんですよね。はい、ということでニューバージョンが出たみたいだったんで買ってきました。若干ね、まあ、前の動画見てもらうと、結構前にこちら紹介したんですけど、そのタイプとよくよく見ると、ここのね、連続再生通話時間、なんかね、落ちてる。5時間。あとはね、なんか一緒っぽいんですけど、はい。で、なんかここら辺も見てみると、なんか若干ね、違うんですよね。で、前回のこっちのタイプだと、この太陽コーデックっていう部分が SBC だけじゃなかったと思うんですよね。なのでパワーアップしてるのか、なんかねパワーダウンしてるのかっていう微妙な感じなんですよね。だからなんかね、もう新製品で出たのかといえば、まあ新製品で出てたんですけど、このタイプより良くなったのかって言われると、なんか見た感じそうでもなさそうなんですよね。でこちら紹介した時に言ってたんですけど、こちらラティーノさん、ね、エコラ事業部さんの、完全ワイヤレスイヤホンで、ダイソーさんにはこちらのダイソーさんのワイヤレスイヤホン、完全ワイヤレスイヤホンね、こっちがまあ、もともと出てたタイプですね。はい、でこれを紹介した時も、まあ実際にね自分で聞き比べてみて感じた感想が、こっちの方が良かったんですね、音は。ダイソーさん、こっちもね悪くはないんですけど、なんかちょっとこっちの方が音がいい気がしました。はい、であとこれ普段、最近僕こっち使ってるんですけど、ところどころで Bluetooth が切れたりすることがある。なんかその辺がね若干弱い気がするんですよね、これ。で、今回こちら新しくなったんですけど、まあこのあたりのね再生時間が短くなったり、ところどころがなんかねパワーダウンしてる感じが若干するんですけど、はい、まあこっちもどんな感じなのかちょっと試してみようと思います。まあまず中開けてね、中身見ていきたいと思います。シャッキリ、はい、中開けますと、まあ説明書ですね。これはね、なんかすごい大きな説明書が入ってまして、あ、いいですね、サイズが大きくて文字も大きい。これはねちょっとこの中年のおじさんにはありがたい文字の大きさしてますね。でこちらにまあイヤホンねあって、前回のイヤホンがこれなんで、まあ、やっぱり見た目がね全然違いますね。うん、なんか形も前は同じ型、サイズ左右一緒だったんですけど、ちょっと角度がついてて、右左、どっちかっていうのが分かるようにはなってますね。で、まあ一応ここに LR と右左記載があります。はい。で、ケース。これは白いケースがあって、パカッと開けますんで、でこれだと、こう、こんな感じに入りますね。で、充電に関してはここに、どうもランプがつくみたいですね。で、付属のケーブルがあってなんですけど、ここが前回と違うタイプ。これ今時ですね。タイプ C。ここのね、接続端子、ここがタイプ C で、前回までの分はマイクロ B だったんですよね、ここ。まあ、ここがね、タイプ C に変わってるという点では進化してるのかなと思います。はい、じゃあちょっと充電。挿してみましょう。充電していると、ここのランプが点滅するみたいですね。はい、こんな感じになってまして、なんか、前回のこのラティーノさんの分、これは受けると、まあ本体の充電もここでね、4段階で表示されますし、充電中の時はここにね、表示も出てたんで、まあ今回のこちらのタイプも、今どれぐらい充電されてるのかとか充電残ってるのかは、今これを見てる感じだとちょっ
とは一目ではわからない感じですね。ただケースに入れるときに形方向がねもう決まってるんで、どっちに入れたらいいかわからないっていうのはない感じですね。じゃあちょっと、実際ペアリングして音ね、どれそれぞれ聞き比べてちょっと違いを見てみたいと思います。はい、それぞれねちょっと聞き比べてみました。正直もうこれとこれ何が違うのかも本当によくわからんぐらいですね。ただやっぱりね音質はだからこっちとこれを比べた時にこっちが音は良かったなと思ったんで、やはりこっちこのタイプね音に関しては正直やっぱ個人的な意見ですけどね、こっちのダイソーさんのイヤホンの方がやっぱりなんかいい気がします。悪くはないんですけど、ただ音を聞くだけなら別に問題ないかなと思いますね。最近もこっちのね旧タイプの方はお店であんま見ないので、こっちのタイプに切り替わったのかなというところなんで、あとはそうですね、こっち白なんでね、どちらも黒でしたから、色が白いイヤホンがいいっていう人には、こっちの方がいいのかもしれないんですが、音をどうこうっていうと、どれもね似たり寄ったりなイヤホンにはなりますけど、1000円で売ってるイヤホンとしたら十分なイヤホンかなと思います。その中でもやっぱり個人的にはこのダイソーさんから出てるこっちのイヤホンがおすすめはおすすめかな。どちらかといえば。でもこの白いタイプの方もね、デザインとかはだいぶ変わってね、大きさもちょっと大きくなってる感じしますし、色が白っていうことでちょっとスタイリッシュな感じもありますし、どうしても色が黒は嫌だっていう人にはこっちしかないかなと思うんで、そのあたりはご自身の耳で聞き比べていただく方がやっぱりいいのかなとは思います。ただ新しく出たという点で、細かい部分がねだいぶ違うんですけど、ちょっとそのタイプ C になったっていう点以外、あまりこれとこれの違いというかね、良くなった点っていうのは正直思いつかないかなというのが個人的な正直な意見ですね。タイプ C になった以外にメリットがよくわからないとこだけです。正直こっちだとね、ここにあるようにね、充電あとこんぐらい残ってるっていうのはすぐわかるんで、これ特にわかるとこがなさそうなんですよね。個人的な意見が、この3つでどれがいいかって言われたら、個人的にはこのダイソーさんから出てるイヤホン、こっちがおすすめはおすすめです。で、このラティーノさんのやつも悪くはないとは思いますけど、ちょっと Bluetooth が、この接続が弱い部分が若干ある気がするんですよね、どっちも。はい。なので、こいつが良かった点は、充電が Type-C になったこと。はい。あとは、説明書が、文字が大きいぐらいですね。というのが、個人的な意見です。気になる方は、本当ダイソーさんの方で見てみてください。もうちょっとこっちのタイプね、売ってなくてこれに切り替わってるような気はしますんで、今ダイソーさん行くと、この2種類並んでるのかなと思います。気になる方はダイソーさんの方でお試しください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。